そっちは今までどこ行ってたんだよ。ここで待ち合わせつったのはあんただろう。いや、ちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋にな。で、久々に特盛り頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。俺も年だね。たく。さあ、そしたら前回の続きからですね、いよいよ会合に紛れ込んでおやすさんに会いに行こう。おい。あ、おう。よし。店に入るための策は何なんだ。そうやね。おう、これだ。マンホール。あー、下から行くんか。ちょっと嫌ですね。反対側手伝えよ。マジか。ほんまマジかよ。下水道から行くんすか。こんな堂々とこんな堂々と行くんすか。降りれんのか。ん？ああ、お前も来んのかいな。ん？はあ、音声なしで切れてるわ。あ、仲間だったどんな BGM よ。はい、ここで仲間になるわけね。オッケー。免許センターのおっさんが警視庁のトップとどんな因縁がある。はい、知りたいかぜひ知りたい。ああ、じゃあお前も教えろ。鈴森を撃ったのは誰だ。俺だ。おい、まあでもそれは言えんよな。だっておやすさんとの約束やからな。おやすさんとの約束やもん。それは言えん。もう忍び込んだの。あ、違うわ、これ地下か。なんかもう特設ステージみたいになってるやん。本当にこんなところから行けるのかよ。はい、あのビルに繋がってるはずだ。ただ変な奴らも住み着いてるから気をつけろよ。進もう。これがいわゆるダンジョンかな。そういうことなんのかな。なんかおんぞ。ぶっ殺してやる。容赦しねえぞ。どうしようかな。じゃあとりあえずね、晴れ妻を説得してみよう。とっておきだ。揉め事はやめにか。元刑事の話術で敵全体を煽る。確実で敵を怒り状態にする。煽ったろ。行くぜ。この俺が相手になってやるぞ。何してる。ほら来いよ。あ、やばい、火つけてる。あいつやばいやばい。何してんのあいつ。あかんあかん、やめろってお前。そんなもんすんな。バカだれほんま。やってやるよ。ちょう。これ何？調べる。謎のキノコ。そんなもん取ってる場合じゃないやろ。調理可能な食材アイテム。そのまま食べた場合は HP を50回復することができる。あ、マジで？早くおやすさんのとこに行きたいね、俺は。おい、お前ちょっと。邪魔やぞお前ら。さっさと行こうぜ。あ、なんかある。何これ。高級ボール。何に使うのこれ。攻撃用アイテム。敵一体に打撃属性のダメージを与えることができる。あー、まあまあそういうのもあると。よいしょよいしょ。さよなら。こんのバカだれ。とどめー。よいしょー。なるほどね。こういう感じで戦闘が結構そのストーリーの間々で入ってくると。まあレベル上げとかも多分せなあかんねやろな、これな。高級ボール。強。高級ボール強。早く行かせろー。めちゃくちゃおるなこの辺。あ、なんかある。何これ。回復スポットにアクセスすると HP や MP を回復することができる。無料で使用可能。あー、セーブポイントにアクセスすると任意でセーブ。あ、なるほど、ここではセーブができんってことか。じゃあセーブしよう。で、これで回復。あざーす。あ、だからここでまあまあこれを回ってレベル上げすることもできるよってことやね。行くぞ。
あ、一回行ったら戻ってこれないと。覚悟はできてるか。できてますよ。あ、行こう。あ、今度は警備員か。バレッバレやん。から出てきやがって、バレッバレやん。もう来られる覚悟はできてこよ。ダイビングヘッドロック、なんだそれ。そんなことできんのお前。入れ、ボッコボコにしてやるよ。さあ行くか。おい、最上階行く。来た。あ、またダンジョンか。またダンジョン的なやつ。もう早く俺見たいんですけど、まあここまでのね、あのムービーずっと流れてる流れで来てるから。中華料理屋なんてねえぞ。どうなってんだ。屋上に出て様子を見るぞ。ここか。お前ら中華料理屋なんかないな。こっから行ったんやろ。来た来た。な、何も言えお前。バトルばっかりやな。8代目大見連合。はい。あいつピストル持ってんの、やばいやばい。あんなやつやばい。銃持ってるやつあかんよ。そんなん使わせん。やめとけお前、罪を犯す前にお前こいつだけ殺す。よしよしよし、銃は使わしたあかんやろ、さすがにな。終わり。出る場所間違えてんこれ。おこっちだ。ほう、くそ、お前まだいっぱい来た。ここを飛ぶしかない。怖っ。飛ぶってどうやって。お、かっこいい。飛ぶか。いけー。はい、飛びました。なんだ、入ったー。頭勝ち割るぞこら言われた。あ、いっぱいおる。もうめんどくさい。もう早くおやすさんのとこ行かしてくれや。なあお前らは、あんまりめんどくさいやつだよな。大丈夫か。大丈夫だ。あの階段を降りりゃ幹部会の会場だ。めっちゃ詳しいな。話を聞いてくれ。俺は神奈川県警のもんだ。ここは俺が食い止めておく。お前先に行け。あだつさ。あ、こっから春日一人か。俺も必ず追いかける。足立さん大丈夫？いやでも一応警官やからな。仲間から一旦離脱ね。オッケー。とりあえず回復して、じゃあ進むか。またどうせ戦闘やろ、おんねやろ、どうせ分かってるよ。あー、ここ中華料理店か。はいはい、組員いるね。いい加減にしろよ。うん、てめえ何者だ。やってやろう。やってやろうじゃねえか。どうした。あ、挑発された。あ、水野への以下に言われ忘れた。あー、なるほど、挑発されるとそいつしか攻撃できんのか。めちゃくちゃボロカスやられるやん。痛い痛い痛い、やめてやめて。早く行かしてくれ。入る。あ、沢城。城の頭。ああ、久しぶりだな。一、いつ出てきたんだ。俺の出所なんて気にもしてないでしょ。いじけたこと抜かすね。頼りの一つでもくれりゃ向かいの一人ぐらい出してやってたぜ。特別にな。近江の大門ぶら下げた人間の出迎えなんていらねえっすよ。親父にくっついて近江に寝返ったんすか。寝返る。おいおい、やめてくれよ。
このご時世当たり前の身の振り方をしただけさ。それにしても一位、たとえ搭乗会が残ってたとしても誰もお前の迎えには行かねえってことくらいわかるだろう。忘れてねえよな、てめえが絶縁された身だってことをよ。俺は迎えのことなんて何とも思っちゃいませんよ。絶縁のことだって忘れちゃいません。じゃあなんだ、金でもせびりに来たか。ずいぶんな言いようですね。俺が誰の身代わりで18年も臭い飯食ったか分かってんすか。十分分かってるさ。分かってねえのはてめえの方だ。何？今夜は親父にとって大切な席だ。ことを荒立てて台無しにしたくねえ。自分で決めろ。おとなしく帰るか、ここで殺されるか。沢城、その扉開けて親父に会います。昔からてめえのふぬけ面見るたびにいつかぶっ殺してやるって思ったもんだ。偶然っすね。俺も頭に殴られるたびに同じこと考えてましたよ。やっぱ沢城は敵か。18年越しに叶えるとしようか、お互いの夢をな。負けても文句は言わんでくださいよ、頭！そりゃ怒り爆発やろ、ジョーは。沢城、ジョー、あ、ボスか。ボス戦か。いいだろう、やってやるよ。お前をぶん殴れる日を待ってたんだよ。あ、結構強い。やってやるよ。ガード、ガード、よし。ここでカリスマの説得、仲良くしましょうよ。仲直りしようぜ。そら効かんわな。そら効かんわな。危ない危ない、危ねえな。おめえ遠慮しねえぞ。くらえ。お、ムービー入った。すっごい戦いな、おい。ヤクザの戦いじゃないな、これ。いや、強い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 。立場的に銃とか出してもおかしくないんやけどな。死ね。そんなん出してくる？何発でも撃ってやるよ。結構時間かかるな、こいつ。冷たい、さっき冷たい目で睨んだ。うわ、声力上がった。頭の気配が変わった。それにあの構え、警戒した方がいいな。どういうこと？どういうことなんか分からんけど、とりあえずじゃあ危ないし回復しとこう。どうして？ちょっと酒おにぎり食わしてください。すいません、ちょっと失礼します。回復だ。隠し場、必殺技。うわぁ、出血した。マジか。ガードガード。出血で苦しんでいる。出血を回復するアイテムね、なんかあるかな。状態異常を回復する。あ、出血で治せる、これで。オッケー。血止めガーゼ。あ、仕切って治った。オッケー。仕方ない、あんたはいい人だと思ってたけど、これでおしまいだ。暗いな。シュルダー、ほい。死ぬやろ普通。はいだ、ええと、人生痛いか。次ぐらいで終わるな。痛い痛い。これでしまいじゃ。オッケー。ざけやがって、てめえ覚悟できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。一、お前にその覚悟があんのか。18年、俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。えらいとこ来てもうたよ、おやつさん。どなたかね。これは失敬、私宛ての客人です。やっぱり来たが、やっぱりな。
お前だけは裏切らねえな。おやっさん、おやっさん、聞いてください。どうして。こんな日にトラブルですかな。いえ、トラブルではありません。心配なさらず。おやっさん、すべては予定通りです。おやっさん嘘やろ。すまねえな、イチ。なんでや。死んでくれ。なんでや。三章始まった。どん底の町。ボロ雑巾やん、もう。どうした？え、なんでおやっさん撃ってきたの？なんちゅうことや。なんでこんなとこおんの？胸んとこ縫い目あるし、どうなってんの？ホームレスのたまり場？ようやく目覚ましたか。誰や。今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな。あ、こいつも見たことある。水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、まあ、立てんなら問題に。さっさとお家に帰るんだな。え、まあ、母ちゃんとか神さんとか子供とか誰かは心配してんだろう。俺は迷惑はごめんだ。ああ、そうそう、場所は適当に自分でやってくれ。あの世を誰が治療したの？おい、あの男はやっぱ死んだか。死んだだろ。いや、生きてるよ。え、なんだよ、くそ、俺の負けか。悪いけど、負け分はつけて頼むよ。わかったよ。しかし、釣り糸で縫っただけでよく治せるもんだ。さすが元看護師だな。ああ、この男の生命力あっての結果ってとこだ。元看護師なんはお前か。なんてしぶとい野郎だ。お前が死ぬ方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。あ、なんでその目。じゃあお前が負け分払ってくれんのか。やめろバカモン。それより今日は久しぶりに大量だ。あんたも一匹食うか。お、おっそ分けしてくれんのか。でもカセットボンベを切らしててな。一本調達してくれたらそれと魚は交換だ。ああ、マジかよ。仕方ねえ、ちょっくら探してくるから待っててくれ。あのよ。え、どうした。そう、いろいろ聞きてえことが。ほんまそれ、いろいろ聞きたい。とりあえずここはどこだ。偉人町だよ。偉人町。偉人町、伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。知ってるだろ、横浜。何がどうなって横浜に。てかあれからどうなったの。なんで俺が横浜に。そんなの俺は知らねえ。3日前かな、夜中周りが騒がしいと思ったら仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよ。
ゴミ捨て場に捨てられてたっつってな。死んでるかと思ったんだが、気を失ってるだけだった。死にかけちゃいたけどな。で、あんたが手当てを。うん。でも見りゃ分かる通り、ここじゃろくな手当てはできねえ。お前が直してくれたんか。助かったのはあんたがしぶといのと、弾の当たりどころが良かったことだ。弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず、背中から抜けてた。軌道がちょっとでもずれてたら、あの世行きだったはずだぞ。まさか大安さんが。ありがとね。つまり、あんたは命の恩人。おやすさんは狙ってそうしたんか。え、ここで死なれちゃ俺らが困るんだよ。困る。殺人事件となれば警察が来て、目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて、俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ、バカか。お前いいか、そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。自分で言いたくもねえが、俺らは不法居住者なんだ。まあホームレスやわな。しかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの、迷惑どころか命取りになる奴だっているんだ。わかったか。わかったよ。まあ命を助けてくれたことは間違いない。とっとと自分の家に帰れ。自分の家。すまねえな、イチ。帰る場所なんてねえんだ、俺には。ん、あの、迷惑はかけねえ。少しの間だけここで休ませてくんねえか。やだね。頼む、ちょっとだけ助けると思って。即答やん。助ける。まさかお前、俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか。俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいるとその分誰かの食い口が減る。大迷惑なんだよ。さっさと消えろ。分かった。まあ仕方ないな。せな。傷もまだ治ってねえし、体力も限界。倒れて当然だ。しょうがねえ。少し休んでけ。ありがてえ。あんた、なんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ。それだけだ。そうだったよな。でも恩に着るぜ。とはいえ、まずどうしたもんかな。どうしたもんかって、何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上俺の言うことを聞け。ああ、分かった。お前、名前は。一番、春日一番だ。うん、偽名を使うとは意外と用心深いな。ああ、こういうとこじゃ偽名を使うのは普通だ。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。まあ疑われて当然やな。そうなのか。ああ、これは失敬。ああ、うん、じゃあ一番でいいな。ねえ、で、あんたは。ナンバだ。ナンバ。偽名なんだろ。さて、どっちでしょうか。興味ねえよ。そういうこと。ナンバね。ここではそんなのはどうでもいいんだ。あのところでお前、少しくらい金持ってんのか。一文なしだろ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろ。でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだよ。村長なんかおんの。村長。ここの秩序を保ってる子さんのホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあ、お前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。
上納金ってことか。うん、そうとも言えるが、ちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには、汗水垂らして金を稼いで、でもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか。わかった。でもどうやって稼げばいい。こういう世界なら仕方ないわな。夜までに少し稼ごう。ついてこい。わかりました。さて、じゃあ始めるとするか。服あったんやな。始めるって何を。稼ぎ方を教えるって言っただろ。よく見とけ。これが俺たちの稼ぎ方だ。稼ぎ方ってこれかよ。かっこ悪いな。かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ俺たちは。プライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞ。ん？この感触は500円玉。え、本当か。ああ、間違いない。今日はついてるぜ。それ。それ間違える。なんだくさ、変な希望持たせるんじゃねえよ。ったく。ほら、次はお前がやる番だ。この付近にある自販機一通り回って調べてこい。マジでやるんすか。あとゴミ箱もな。金になるものが捨てられるかもしれないからよ。分かったよ。俺は先に戻ってるからよ。お前も調べ終わったら戻ってこい。この町は危ねえ連中がたくさんいる。あまり遠出しないようにしろよ。じゃあな、しっかりやれよ新入り君。自販機とゴミ箱調べて回るか。マジか。前みたいにチンピラと戦ってお金貯めたいんちゃうの。探索アクションいいものサーチを習得しました。街を歩きながらサーチポイントの近くで資格を入力すると、小銭やアイテムが手に入ることがあります。貴重なアイテムが手に入ることもありますので、積極的にサーチしてみてくださいと。なるほど。まあまあまあ、そのやり込み要素みたいな感じかな。所持していたお金はコンビニの ATM に、アイテムはアイテムボックスに送られました。お金あんねや。はあ、なんかメール来たな。さあどうするか。なんだ。すまねえな、イチ。死んでくれ。